今日雨だね。らしいですね。あ、雨やな、もう色で分かったもん、天気のバリ雨だ絶対卵サンド製造中だよ。おお、いいね、おいしそう。めちゃめーやだねブブナツ。え、あやみが？あみでもね、え、確かブルーベやねんけど、冬のセカンドがイエベの秋やったかな、春やったかな、イエベのなんかです。だから一応どっちもいける。今のうちにたくさん降って地下パワー張りでほしい。確かに今のうちにね、降ってくれれば地下パの時にはもう降る雨がないでしょうという、願いを込めて。確かに今のうちにじゃんじゃん降っちゃえ。かも地下パとでも、いや地下パとはダメだ、地下パとは学校に行かなければならないからもうダメだ。学校で雨はすごくダメですね。よし、キラ先生が雨を呼び寄せます。やだー、その日にね雨を降るのはいいんだけど、あやみっていうか7時前は止んでほしいよね。だからもう大体夕方ぐらいから止んでほしい、降ったとしても。もうそのあやみと NNB を見に来た方々が集合する頃には会場にねもう止んでてほしいよね。あとはステージが濡れないぐらいの雨の量でお願いします。また機材雨で壊れる。でもあれね、なんか機材雨じゃなかったっぽいよ、一番最初の時は。なんかシンプルになんか当たってトラブったらしくて、まあ雨もあったけどね、雨もなんか雨でさびちょびちょなってたらしいステージも。え、女雨はでも、雨はどちらかといえば雨女なんよなまあ遊びに、だからユニバーとか行ったり友達と遊びに行くときは大体雨降ってんのよ、雨降るのよ一回は、止んだとしても。
風騒動が見たい。豆ちゃん、どとあ、どとんぼりのやつですか。マジでおもろいあれ。昨日いろはちゃんの一番見てたけど、アミヤ世代めっちゃ一人喋りがうまい。あ、もう配信系がうまいってこと、なんなんやろな。なんでなんやろか。あれかな、やっぱ結構この世代になるとなんやろ、なんでなんやろ、そう分からへん。パパスでマメちゃん映ってたよ。へえ。でも結構ちょくちょく映ってんねんな、猫。バリ家やから。嵐山も前上がりました。え、あら、嵐山。風も強くなりそうですね。あ、そう。あの、あやみ。嵐山の思い出したけど、アミと嵐山行った時もちょっと雨降ったのよ。まあ多分あれは、まあ、山やからっていうのもありそうやし、あれやけど、着物借りて、そう嵐山行く時に着物借りた時に雨が降って風もバリ強くて、そう結構多分アミアヤの TikTok をねちょっと見てくれればその浴衣のやつ乗ってると思うんだけど、ジュキサージュヒヨちゃんが自己紹介で若い方を知らせて受けた。まあね、うん、かわいい。雨降ったらトゲツキオとか言われそう。そしかもさ、トゲツキオを渡った、なんか渡ってる時になんかポツポツポツぐらいな感じで来て、でちょっとなんか渡ってたら、あざあ結構降ってきて、で近くの店入って食べて雨宿りしとったけど、ほんまに雨やんで、すぐ雨止んだんです。すぐ雨止んで、すぐ晴れたけど風だけはずっと強くて、うん、だからもう風ボンボンしてた。ヒロンがジュッキーを食べてるけど先輩も食べたらしいか気をつけて。あー知ってる。なんか言ってた。あれちょっと好みの顔つらいしあるけど、あれれれあるあるあるだろうけど。読めた。あるだろうけど頑張って、ありがとうございます。猫は雨に当たる、猫は雨に当たらない、うちの猫の場合ね。うちの衣笠家の猫はですね、外に一切出ないものなので雨に一つ分は当たらないんですよ。でも雨の時は結構外見てるイメージかも。宮で鶴橋行った日晴れてた。宮で鶴橋行った日は晴れてたわ。そん時は晴れてた。だから多分網屋の時はまだ全然雨降ってないんですよ。そう、嵐山があの、ま、山っていうのもあるから
そう、地域的にも多分降りやすか、なんか降る感じみたいな。感じで。ちょっと雨宮ではなんかメンバーと遊ぶってなった時に雨を降ったことないかな。友達と遊びに行く時が結構なんかもう誰関係なく誰とも遊びに行った時は大体なんか雨降る。つい名前が嵐山やし、確かに嵐ついちゃってた。なんかちゃんシャンプーしますか？前の飼い猫はシャンプー苦手。ウイタがあのねシャンプーしないんですよ。あのその外出してないからさ、外出してないのになんか無理やり麦ちゃん多分バリ嫌がるタイプ。なんか水ごまめちゃ分からへんな。そうでもなんかシャンプー入れたとして問題はシャワー入れたとして問題はドライヤーなんです。マジでもうやばいよね。ファーストハッピーハッピー。わ、フォロワー6102フォロー。おめでとうありがとうございます。だね、そう謎よね。人になんかなんなら遊びに行く人によって雨降るか降らないか決まるのよ。うちの猫ちゃんも麦ちゃんと同じ毛並みだから水はじきそう。あーはじくそう、はじきそうやな。ゴマとかめっちゃはじきそう。そうなんか一回ね麦ちゃん入れたことあるのよ。結構前って言ってもこの家来てからやけど、この家引っ越してきてからやけど、むいちゃん入れたことあんの。ドライヤーの時やばくてマジで、なんかね、なんかシャンプーの時とかはなんかどうにか落ち着かせてできてん。あのもうシャワーもパシャッパシャッって感じで頑張ってできてんけど、ドライヤーがねもう音も混じって、音とか風が当たるのなんか麦ちゃん苦手やから、その恐怖なんか、あか、たぶんアミがたまにな、あの麦ちゃんにいたずらでフーってしてんのよ顔に。それめっちゃ嫌がんで、でだから多分風が当たるのが嫌なんかな、そういうドライヤーとか系の。そうでプラス音も大きいからめっちゃ嫌で、ドライヤーがめっちゃ嫌がってた気がする。音大きいから、しかもさ、ドラなんか掃除機の音とかやったらさ、ある一定のさなんか距離は感じるやん。でもドライヤーって自分に当てられてるからさ、自分のなんか近くで鳴ってるって感じで嫌になりそう。それでストレスなってたら嫌やなって思って。で汚れることあんまないしね、ドライヤーね。あ、ワンちゃんとかさ、ドライヤー好きな子は好きやんね。でも猫とか大体苦手やからさ、かといって他のにその辺でブルブルされたらお部屋の中が水浸しにかかる。もう水しぶきがいっぱい飛んじゃう。
そろそろ壇上を読んで、だから15分早くね、なんか今日早く感じる気がする。はい、ありがとうございました。壇上をお読みしたいと思います。猫ちゃんと似合いっこしたことは喜びすぎていつも受けちゃう。猫と似合いっこするときはね、だいたい猫が目さらすから猫が負けちゃうよね。本当に目合わしすぎてもなんか良くないみたいなの聞いたことあるけど。いきます。じゃあ読みます。13位イノさん、ありがとうございます。12位ヒロポーさん、ありがとうございます。11位ヨッシーさん、ありがとうございます。10位アプロさん、ありがとうございます。9位ナルさん、ありがとうございます。8位フロシキさん、ありがとうございます。7位ジョーさん、ありがとうございます。6位ムイチさん、ありがとうございます。5位コウヘイさん、ありがとうございます。4位タカモサさん、ありがとうございます。3位ヒータローさん、ありがとうございます。2位サトくんさん、ありがとうございます。そして1位はヒーチャーさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よしよし、今日は20やから地球も消しましょう。なんですかゴマさん。お、火曜日滑り落ちた。ひまわりに顔がついてる、かわいい。鈴ついてるじゃんこの猫。ふいちゃんにもつけてた時あったな。でももう全然ゴマにも豆にもつけてない、麦もつけてない。なんかね、麦ちゃんつけたらね、毛がボってなるのとお肉乗るのよ。お肉塗るんじゃないな、毛が乗ってんのか、なんか毛がね、かわいい、かわいいし、でも麦ちゃんめっちゃ走んのよ、それがシャン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 ってなって、ちょっとなんかよ、朝めっちゃ早くに目覚めちゃったりするから、外した。では来ました。今日の1位はひーちゃんさんでした。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。よいしょ、はい、ありがとうございました。明日もね、同じく7時からなので、よろしくお願いします。
明日は何日？21日か。はい。ではありがとうございました。また明日もお願いします。バイバーイ。